吉田孝一は、日本の政治家。衆議院議員、農林水産副大臣、衆議院農林水産委員長、農林水産大臣政務官、練馬区議会議員、東京都議会議員を務めた。東京都練馬区出身。東京都立農芸高等学校、宇都宮大学農学部卒業。1963年に東京都庁に入庁し、 経済局に勤務する傍ら、明治大学政治経済学部に入学するも、明治大学は1966年に中退した。1967年から参議院議員、石井葛らの秘書を務めた。1971年、統一地方選挙で、ネリー議会議員選挙に立候補し、初当選し、2期務める。その後、参議院議員、原文米の秘書を経て、 1981年の東京都議会議員選挙に練馬区選挙区から立候補して当選し、都議を3期務める。都議時代は自由民主党に所属。1993年の東京都議会議員選挙には出馬せず、当初は自民党中曽根派から総選挙への立候補を予定していたが、自民党を離党し、新政党公認で第40回衆議院議員総選挙に、 旧東京5区から立候補三島宗明の後陣をしたもののをししたたも得票数2位で当選したその後は、新政党党首だった、羽田務に従い、新進党、太陽党、民政党を経て、1998年に民主党に入党。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、小選挙区比例代表並立制の導入に伴い、 東京9区から新進党公認で立候補。旧民主党の小川敏夫、自民党のガッツ石松らを破り、当選。太陽党では、党国会対策委員長を務め、民主党入党後は、東京都連幹次長に就任。1998年の第18回参議院議員通常選挙では、東京都選挙区で立候補した、民主党新人の小川敏夫の選挙対策本部長を、 勤める。1999年東京都知事選挙では、衆議院議員を辞職し、民主党を離党して、立候補した、鳩山国夫の選挙対策事務総長を務めたが、鳩山は、石原慎太郎元運輸大臣に敗れた。2003年、第43回衆議院議員総選挙では、東京9区で、自民党新人の菅原和秀に敗北し、比例復活もならず落選した。 2004年の第20回参議院議員通常、選挙では比例区から立候補したが、次々点で落選。2005年3月、東京4区選出の中西和義が議員辞職し、2003年の総選挙で東京4区で中西に敗れ比例東京ブロックで復活した宇佐美昇が、補欠選挙への立候補を表明。これにより、 比例東京ブロック時点の吉田が繰り上げ当選の対象になったが、東京4区は第43回衆議院議員総選挙における一票の格差をめぐる選挙無効訴訟の対象であったため、公職選挙法の規定により補欠選挙は先送りされた。吉田は自身のホームページでこの制度の問題点を指摘している。その後、同年7月に最高裁判所が、 原告側の請求を却下したため、10月に補欠選挙の実施が決まったが、8月に小泉純一郎が衆議院を解散したため、補欠選挙は実施されなかった。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では、比例東京ブロック単独で立候補し、当選、6年ぶりに国政に復帰。2011年2月、 小沢一郎への党員資格停止処分に抗議して辞表提出した松木健康の公認として農林水産大臣政務官に就任。同年9月衆議院農林水産委員長に就任。2012年10月野田第三次改造内閣で農林水産副大臣に任命された。2012年12月の 第46回衆議院議員総選挙で比例東京ブロック単独で立候補し落選。2013年7月の第23回参議院議員通常選挙では比例区から立候補したが落選。2016年春の叙勲で朝日、重光明を受賞。2018年7月29日、肺がんのため東京都内の病院で死去。77歳坊打つ。 どんな非道な親父でも、殺した本人の忍耐力がなかったのかもしれないだろう。そして、大きく広い幅で人の社会を見ることができなかったかもしれない。もしそういうことができたら、何も親を殺さなくても済んだかもしれないだろう。だから、子供にも100%いいというわけにはいかないわけだよ。吉田孝一、衆議院法務委員会平成7年4月11日6号などと、 存続殺十罰規定意見判決以降、放置されてきた刑法の存続殺等十罰規定を削除する際に述べ削除することに唯一反対している。ありがとうございます。